駅は大阪府岸和田市下松町三丁目にある西日本旅客鉄道繁華線の駅である。駅番号は JRR39。山口県下松市にある山陽本線の下松駅と区別するため、切符の発駅部分には下松と印字される。繁華線では最も遅く開業した駅であり、以後国鉄分割民営化で JR 西日本になってからも、 半和線内に新規開業した駅は存在しない。岸和田市が総工費7億円を全額負担して建設された西岸駅である。ホーム有効長140メートルの相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有する。分岐器のない防線駅の構造であるが、踏切長時間明動対策のために、駅前後の信号機が絶対信号機に変更されたため、 停留所ではない。改札口は一箇所のみ。泉府中駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。IC カード、移行化を利用することができる。ホームには、上野芝駅と同じタイプの列車接近案内機が、設置されている。名所案内版、大阪府東計年間と、数字で見る岸和田によると、1日の、 平均乗車人員は以下の通り、東口の駅前ロータリーから発着している。ありがとうございます。